川の底が1メートル以上ね上がって砂がすごい堆積してますね。普段だったらね結構深い川なんですけどね、1メートル以上かな。こう階段になってたんですけど一番上まで来てますね。際の際まで、ここ遊歩道になってるんですけど結構ギリギリまで来てますね。強め降ったらちょっと怖いですね。そしてまだこの辺はねまだ補助的に土のうを積んで補助的に直してる感じですけどね。こんな光景はなかなか見たことないかな。今見たらね、ここに鯉が泳いでるんですけど、鯉もね、結構浅瀬で、お腹空きそうなぐらい浅瀬で、なんとか生きてる感じですね。早くなんとかしてあげたいですね。